はい、ということで、赤、宝玉、集まりました。スタート。あれ、ちょっと、何これ、何これ、バグってない、バグってない、ボスと宝玉が同時に来たんだけど。レジェンドステージ、はい、これをね、ちょっと今回レジェンドステージ超古代の海に今回釣っていこうと思います。ちょっと待ってね、前回レベルロッドでね、必殺技使わずに釣り上げたんですけど、今回はね、レジェンドロッドだったらレジェンドロッドでも必殺技を使わずに、お、アロマルパリスさん、アロマルパリスさんと三葉虫が好きなんですよ私。レジェンドロッドでも必殺技使わずに超古代のプレシオサウルス、暴君プレシオ君釣り上げれるんじゃないですかね。それかワンチャン今日、今回ゴールド来るかもしれない。どっち狙ってもいいよ。どっち狙ってもいいよ。ゴールド来てくれたら面白いんだけどね。よっと。とりあえず、いろいろ、釣っていきましょう。ゴールドだったら切り替えます。ゴールドなら切り替えます。さあ、なんだっけ、こいつの名前いつも忘れるんだよな。メダルが足りません。すいません、メダル途中からやってたからメダルがなくなった。とりあえず100枚から始めます。よっと。さあ、狙うはゴールド、狙うはゴールドだが、ゴールド、さあどうだ、来るか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 、ふっ、来ないね。なるほどなるほど。さあ、あの強靭な顎の魚の名前いつも忘れるんで。さあ、おアンモナイト、ゴールドアンモナイトじゃん。あー、やっべ、先行き悪いぞ。何も釣れねえ、何も釣れねえ。グレートクラス行ってみよう。ヘリコプリオン、ヘリコプリオン必殺なしでもレジェンドロッドだったら釣れるんじゃないか。さあ、ということでヘリコプリオン釣り、前回ね、なんかデビルロッドでもね、ヘリコプリオン釣れなかった気がするんだよね。どうだったっけ、もう前回がいつかわかんねえや。多分動画ね、まとめて上がるか、そのうち上がってると思うんで、まあまあまあ一週間ぐらいにはどっちかが上がると思う。いやー、メダルもなくなる、メダルもなくなる。え、ヘリコプリオン、ヘリコプリオン、ヘリコプリオン、ヘリコ、ヘリコプ、うわー、ヘリコプリオン、ヘリコ、ヘリコプリオン、強っ、強くね、ヘリコプリオン強くね。ちょ、待てよ待てよ、強くね、強くね、ヘリコプリオンやばくね。ヘリコプリオン、ヘリコプリオン前回からずっと連れてんだよなこいつ。うわ、ヘリコプリオン強い。もうこれボス来ちゃうよ、ボス来ちゃうよ。どこどこ、プリオン、プリコさん、ボス来ちゃう、ボス来ちゃう。お願いお願い、ヘリコプリオン死なないで、お願い、俺がヘリコプリオン、ヘリコ、ヘリコ、うわぁ、強え。これボス来るって、ボス、え、ボス来るって、あぁ、投げれねえ。さあ、どっちだ、レジェンドクラス接近中。ノーマルレジェンドかな今回、ノーマルレジェンドだね。ってことで前回デビルロッドで、いや、もうヘリコプリオン釣れてない時点でもうレジェンドロッドじゃ無理でしょ。レジェンドロッドじゃ無理でしょうと言いながらちょっと狙いつつ、レジェンドクラスだったらレジェンドロッドで釣れるでしょう。必殺さなくても釣れるでしょう。なあなあなあ、起きたんじゃない、これ来た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 。ヘリコプリオンの方が強くね、ヘリコプリオンの方が強くね。もうちょっと狙ってみるか。え、もう一匹釣れたらもうレジェンドロッドはレジェンド専用って感じになる。
もう一匹釣れればもう完璧だけどね。あー、さすがにそうは問屋が下ろしませんよというところでございますが、さあさあさあ、まだ残り40秒あるんでね、チャンスはあと3回ぐらいはあるかな。もう一匹ぐらい釣れたらね、なんかすごいよね。これ次に生かしてえな。次のあのウルトラスタザザマックス企画の時にね、これを生かしてレジェンドロッドでデビルロッド使わなくてもいいんじゃねみたいな。さあさあさあ、きついな、やっぱり。いや、デビルロッドの方がいいのか。いや、でもデビルロッドもさ、前回1匹しか釣れてなかったから、確か。さあさあ、どうだ、もう1匹いけるか、もう1匹いけるか。おっ、いや無理か、これ。さあ、ラスト、お前を釣り上げて終わりたいが、いや、無理か、1匹が限界だな。え、でもレジェンドロッドで人となしでも1匹釣れました。いや、やっぱレジェンドロッドはね、レジェンドクラスを釣り上げるもんでした。はい、ご視聴ありがとうございました。